三重県警では去年おととしともに煽り運転に関する110番通報が800件以上入っていて、件数は増加傾向にあるといいます。昨日、三重県の新名神高速鈴鹿サービスエリアでは、三重県警高速隊やネクスコ中日本などが合同で利用者にチラシを配りながら安全運転を訴えました。先立って行われた式典では、三重県警の小谷博史交通部長が挨拶し、三重県トラック協会に対し煽り運転防止を訴えるステッカーが手渡されました。三重県警高速隊は、高速走行での煽り運転はさらに危険が増すと呼びかけ、警戒を強めています。